がありげでねやっていきましょう、はいはい、私たちも久しぶりですね。いやそうなのよ、舞台創造家の皆さんと舞台創造家の皆さんとさ、うん、あのやっぱずっとやりたかったけどね、うん、なかなかできてなかったんで、そうそう、今回ちょっと絶対勝ちたいと思います。絶対勝つから ね、ちょっと目が片方なので迫力が弱いって言って書いてなかった。あ、そうじゃん、そこにキラって書こうと思ったんだ、きらめきのキラ書く、きらめきのキラ、ちょっとキラってじゃあもうキラって書いてあのもらってる間に、ね、あの進めといて。わかりました。はい、ということで、まず挑戦するのは私岩田ですって書いてある岩田、私がハルキになればいいんですか。私岩田です、うん、ということで、私と戦いたい舞台創造家の皆さんは今から発表する5桁の数字を入力してくださいね。今私は書いてるからまだ発表しません。準備をしといてください。岩田春樹です。あ、キラキラキラ、スズダルキャットもいるよ。 あれ豚だと思ってスズダルキャット、え、遠目から見たらほら豚みたい。待って待って、豚かかないで。だってあれ豚じゃん。絶対豚じゃないでよ、ちょっとほら豚じゃん、見てくださいよ、ほらスズダルキャット。スズダルは目がインパクトなのになんか口豚、あ、すごいアップにしてもらって大丈夫です。口がちょっとはみ出ちゃった。ここほら豚じゃん、はるきあれも豚スズダルキャットですよ。ピアスを鼻ピした猫なの鼻ピした、ね、じゃあ私ね、はるきさん、はい。